で、今さらやってきて一体何だと言うんだ君は。それはかつてあなたが捨てた僕の論文をさらに研鑽したものです。そんなことは読めばわかる。今さらこれが何だというのだ。単に僕の意地ですよ。研究中止の理由とされた実証性の不足が今は解決したことを示したかったんです。そのようだな。その点は大したものだ。しかしこれはもう終わった話だ。いい加減に忘れたらどうなんだね。そういうわけにはいかないでしょう。認知科学はあまりにも世界に影響を与えすぎた。何が言いたい。世間を騒がす精神暴走事件や怪盗団による大人たちの急な心変わり、それら全てには認知科学が関わっていますよね。そしてそれを裏で手引きしたのは代議士獅童正義です。怪盗団が改心させたことで彼も多くを自白したようですね。かつて獅童は僕の認知科学研究に目をつけ、それを奪い取って自分の懐で研究を進めた。さらにその研究成果を使って精神暴走事件を起こし、それを政治利用した。そしてあなたもその一連に関わっている。違いますか。私をどうするつもりだ。どうもしませんよ。今日来たのは僕の意地のため。僕はこの論文で世界を変えてみせる。世界を獅童と違って金も権力もない君のような一個人に何ができる。僕の論文はここで終わらない。僕はたどり着いたんです。個人ではなく世界の認知を変える方法に、たとえ何年かかろうとも僕が必ず実証してみせる。わけのわからん講釈を。帰りたまえ。二度と顔を見せるな。なんだこれは。ん？どうかしたのか。え？あなたには見えないんですか。空が突然。時は満ちた。この声は。ようやくこの日が来たか。我は人の心の世界に住まう。もう一人の汝。もう一人の僕。人の心の世界。まさかこの世界は。お前は知らんだろうが、我は以前からお前と共にあった。しかし我の存在する人の心の海とお前の現実は今まさに融合を。さあ、理不尽に虐げられし汝の理想、今こそ叶えよう。我は汝、汝は我。そういうことか。こんなことが。おい、さっきから何をブツブツ言っている。さっさと帰ってくれ。ええ、帰りますよ。大丈夫。これでようやく。